間が3950。はい、源泉に戻るといいけどね。ダメだね、やっぱりね。今日はね、何も朝ちょっとな、何も夜から何も食べてないんで。あ、そうなんだ。いつもだったらちょろっと缶詰入れたりするね。今日ここで、あ、でも膀胱もこれぐらい溜まってるからもう30ぐらいは少ないですね。あ、いいね、触ってなくても。はい、ごめんね、ちょっとね。ジュート文句、まあ、ドライブ中は黙ってるけどね。あ、そうですか。この上に今乗ったら、テーブルの上に乗ると、平熱です。はい。だからあれだね、8度3分で平熱ってことは、はい、あの、お家からここまでの移動とそんなにストレスになってないんですね。反対に言うと。ああ、そういうことね。移動のストレスだけど、ね、こう、39ぐらい上がっちゃうから、9.5、9.5ぐらい上がっちゃうから、上がっちゃいますんでね。いや、ずやっぱ乗せてきてもずっと泣きっぱなしのことを、うん、今言ってるよりも途中、そうそうそう、道中は諦めて、うん、っていうことやっぱり、あ、そう、そうそう、だからずっと泣きっぱなしの子は多分疲れが高い上がっちゃいますよね。ここ入ってきてもずっとなってる。この子はもう自転車に乗せ、何台乗せたら黙る。それまではなんか抵抗してるけど。マリさんも綺麗になりました。なりました、なりました。で、また喧嘩やってるから、もうまあ、これを置くと、おいおいおい。まあ、あの子さ、多分最初さ、みんなに警戒されてたんじゃない、体に消毒薬も多分ついてたと思うから、他の子が警戒してたんじゃない、何この子、なんで久しぶりに来たら匂いが違うみたいな感じで。でも、そのが取れてきたもんだから、いつも通りになってる。マリが、あの子はね、あの子ね、あんまりこういう病気はしてほしくない。大変ですね、あの子はね、治療するのがね。そうですね、動画見てると本当大変そうだったもん。いや、だから家でもさ、あの、よしよしするけど、いきなり噛まれるから、ね、あ、うん、そうなんです、いい時はいいんですよ。あの子のご機嫌いい時は寄ってくるんだけど、寄ってはくる、ちょっと気に入らんとさ、パクってくる、パクってくるんですよ。そうなんですね。そうなんです、うちでもそうなんですよ。これも本当にそうだったからさ。でも、だから家だと琴田先生の方が扱いやすい、それがないから。ここへ来ると琴田さん、体重のとどめ最悪ですけど、最悪ですけどね、うん、なんだ、そうなんですね。あ、小太郎ってもっともっと大きい子ね、一番大きい子ですね。です、模様が花柄なんですけど、マリ、小太郎が脱走しとって、マリが脱走されてびっくりして、上手に言い返してくれる、怖いんで。私横やった方が、あの人のおかげで、あの、病院のところあるんですよ。え、噛まれて、あ、そうなの。ぶら下がってしまって、で、助けたんですよ。そして、はいはい、興奮してるから、パニックになって、そう、あと、噛まれて、うわーってなって、バリガキヒット噛まれて、噛まれたらダメですね。そうね、無反でした。噛まれてすぐ消毒浸透、すぐ皮膚塞がっちゃって、消毒薬が中まで届かないんですよね。すぐに水流して、で、その時染みて、あの、ピンクいやつやって、はいはいはい、それでもやっぱ腫れてきたので、東部医療センターの救急に行きました。もう、あ、もう分かりますよね、腫れ方が違うから。違いますね。200。東部医療センターってめっちゃ綺麗になりましたね、はい、大きくなって。ですから、緊急病院になったので、
え、前から救急車なかったですか？なかったんですけど、またそういうのが大きく作ってるから、うん、歩いて行けるんですよ、5分ぐらいで。あ、そうなんですか。アパートから、はいはい、救急車多いと、あまり家にいないから4回も5回も夜中の2時とかさ、たまたま起きた時なんですけど、結構行きますね。まあでも安心ですね、そういうのは。そうや、歩いて行けるので。私とヤゴトって言われたっけ、うん、無理とかヤゴト2席の行き方知らないって言って、朝の5時ごろだって。4時ごろあれだったら、あのすごいさ、広なんかまた同じ敷地なんでしょうけども、ええ、なんか迷うぐらいなんか大きくなりましたよね。最初の建て替えた時、建て替えの時に子供とか父親が見に行った時はまだ中途だったんですけど、ええ、でも今なんかもう分かんないです。あの綺麗になって工事が終わってからは。もう全部終わったんですね、あれ。多分終わったと思いますね。手前のところがすごかったんで。前のイメージがあるからね、ちょっとわからない。だから後ろ側が見えなくなっちゃったので、前にでっかいのが立ったから、前は後ろも見えた。